ほれ。さよりは。霞丸殿には気の毒だが、我が城にはさよりと申す女子はおらぬ。いや、しかし姫は。初姫様はいよいよご婚約の準備でござる。婚約？いかがした？顔色が冴えぬが。いえ。振り返るな。決して振り返ってはならぬ。振り返るな。なぜ振り返る。どうした？なぜ進まぬ？俺はどうすればいいのだ？どうすれば。霞丸。霞丸。霞丸。この声は。春本様。裏切り者よ。随分うなされていたようだな。春本様。我が弟信政を殺し生き延びたか、霞丸。まあよい。過ぎたことをせめてもせんなきこと。霞丸。
措置は嫁が利く。我が指先を見てみよう。アルモド様。あの後部下にも逃げられ、私がどのような思いをして今日まで生きてきたか、わかるか。北浜城を落ちて、この望月寮内にはもはや隠れる場所とてない。ハルモト様。だが別にお前を恨んではおらぬ。我が計画が失敗したのは時の運。運命のいたずらで私は罪人。お前は姫の寵愛を受けるようになった。それは姫ではありません。よい、今さらごまかさなくとも。ただ姫はもうすぐ婚約と聞く。お前もじきに用済みの身を。その前に元主人の頼みを聞いてほしい。初姫、お前から口添えをしてほしいのだ。ハルモト様、仕置きは受ける。ただ命だけは、命だけは助けるように伝えてほしいのだ。頼む。しかしこれでは足らぬか。ではこれではどうだ。頼む。おやめください、ハルモト様。命だけは、な、霞丸、どうか命だけは助けてやってくれ。頭をお上げください、ハルモト様。では頼みを聞き入れてくれるのなら。無理にございます、ハルモト様。なぜだ。私がお前に何をした。盗賊まがいの仕事をしていたお前を忍びの頭にまで取り立ててやったではないか。その私の頼みを聞けぬのか。落ち着いてください、ハルモト様。この恩知らずめ。冷静になさいませ。声を聞きつけて人が参りますぞ。この霞丸が愛したのはさよりという女子、初姫様ではありません。だが女子、それは、姫様とは似ても似つかぬ女子です。さよりは春の夢のようにどこかへ消えてしまいました。ですから口を聞くと言っても無理な話なのです。そうか、無理か。お役に立てず申し訳ございません。そうか。しかしそれはそれで好都合だ。ハルモト様、今私の探索で城内には大して腕の立つ侍が残ってはおらぬ。宗茂やあの用心棒と申す輩が北浜城で療養中だ。はっ。運はまだ我を見放してはおらぬ。霞丸、お前さえ私のそばにおれば。な、ハルモト様。
今夜あたりが峠だと思われます。さよ。近頃食が進んでおらぬと聞いておるが、何か理由があるのか。さよりは、お主がさよりと呼んでいるのは当家姫君初姫様のことか。姫様ではない、さよりだ。お主は頑固よの。さよりなら知らぬ。当家ではそのような名の女子はおらぬ。さよりはなぜ見舞いに来ぬ。おらぬ者は見舞いに来れぬではないか。まあそれより何か食してみてはどうだ。食欲の秋と申す。好物はないのか。ない。まったく歯は入れがないの。まあよい、またちょくちょく様子を見に来よう。誰だ。へへ。そこのでかいのもバレちゃった。お主など一里先からでも気配がわかる。うん、だからついてきちゃダメだって言っただろ。ようだって物音を立ててしまったではないか。あれはどうせ無駄だからだよ。モンモンは忍者相手に気配なんて消せないじゃん。こんな負け惜しみのようなこと言いよって。本当のことだもん。おい、人の寝所にわざわざ騒ぎに参ったのか。え、実は見るに見かねて参った。は、またモンモンのおせっかいね。自分だって乗ってたではないか。何の話だ。お姉ちゃんのこと。さより殿の話だ。さより。これ、まだ無理をするな。すまぬ。よい、昨日は敵だったとしても今は大怪我をして伏せっておるのだ。お互い様だ。僕はまだ許したわけじゃないからね。これよ。だってそうじゃん、みんな命からがら逃げてきたんだ。何の恨みもないお前の手下を倒して。今は申すな。ふん。拙僧がついてきて本当によかった。大丈夫か。俺は部下の多くを無駄死にさせてしまった。まあそれは事実だが、気持ちが塞ぎ込んでしまっては治る怪我も治らぬぞ。病は気からと申す。僕はちょっとぐらい反省させた方がいいと思うけどね。これよ、それは元気になってからでも良いではないか。ふん。春本様は、春本様はどうなされた。それがどこに雲隠れしたのか行方知れずだよ。行方知れず。
往生際が悪いっていうか、憎まれっ子世にはばかるっていうか。あれから北浜城はもちろん、領内くまなく捜索されたが、足取りすらつかめていない。水のように蒸発しちゃったんだよ。蒸発？今回の初姫暗殺事件の首謀者の生き残りはお主だけになるな。元気になれば取り調べられるだろうけど、命を張ってお姉ちゃんを助けたという理由でお咎めなしだよ。咎めがないのか。姫自らお主をかばってのう。だから罪には問われぬ。な、さよりが俺をかばっただと？感謝しなよ。お前なんて本当だったら。これよ、なぜさっきからそのようにこの者に突っかかる。ふん。こいつは優れた忍びの能力を持っていながら、悪人の手先になって暗殺に加担し、部下を見殺しにしてきた。僕は忍びの血を受け継ぐ者として、それが許せない。まあまあ、そうではあろうが、今日はそれを責めに参ったのではあるまい。さより殿のことで来たのであろう。そりゃそうだけどさ。さより、お主に話さねばならぬことがある。その前に俺を縁側に連れてってくれ。うん。我らも最初にこの話を聞いたときは、姫が担いでおられるのかと思ったのだが。とはいえ外見は初姫様。弥平殿をはじめ家臣の者どもは皆初姫と信じ、真泉との婚礼準備に追われておる。たびたび城を抜け出す姫だったことも災いして、さより殿は今城の奥の座敷に軟禁状態だ。真泉との婚礼。お前を助けるためにしぶしぶ承諾したんだ。暗殺関与の罪を咎めない代わりに、お姉ちゃんはお嫁に行くことを決心したんだよ。僕は正直、お前なんてどうなっても構わない。よう。ただこれ以上、お姉ちゃんの悲しそうな顔を、辛そうな表情を見てられないんだ。婚礼は明後日、もはや時間がない。お主の怪我も完治してなさそうだが、今夜ここにさより殿をお連れする。今夜ここに？旅の支度は僕らがしておいたから。どういうことだ、話のわからぬやつだな。連れて逃げろ。は？さより殿を連れて一緒に逃げろと申しておる。連れて逃げる？僕がお姉ちゃんに化けて時間を稼ぐから、その隙に逃げるんだ。わかったな、霞丸。今晩のためにしっかり食事はとっておけよ。お主たち、礼はいらないよ。お姉ちゃんのためにやってるんだ。泣かせたりしたら承知しないからね。用が時間を稼いでいるうちに拙僧がお連れする。合図はミミズクの鳴き声。わかったな。承知。ならば後ほど。あら、今どなたかと話されてませんでしたか？いや。空耳かしら。話し声が聞こえた気がしたんですけど。それよりもうどこから出られて大丈夫なんですか？ああ、お主の世話のおかげで元気になった。まあ、今日は何か精のつくものが食べたい。わかりました。何か用意させますね。頼む。
悪いが拙僧はここまでだ。世を放ってはおけぬからな。かたじけない。礼はよい。それより二人とも幸せになってくれよ。おお、いかんいかん、一番乗りだ。名残惜しいが、これにてさらば。では参ろうか。俺が守らなければならぬもん。これでは逆だな。俺の顔に何かついているか。どうかしたのか、さより。どうした？なぜそんな不安そうな顔をしている？これは。話はせぬ、話はせぬぞ。どういうことだ、サヨリ。これはどういうことなのだ。消えるのか。そんな、ダメだ。消えてはならぬ。何を言っている。永遠の別れのようなことを申すな。許さん。俺は許さんぞ。俺はさよりを愛している。永遠に、永遠にお前だけを愛している。こんなもんでは足りぬ。もっと何度でもお前とキスがしたいんだ。だから、だから
行かないでくれ。忘れはせぬ、忘れるものか。だが言ってはならぬ。サヨリ、どうした？しっかりしろ、頼む、俺を見つめてくれ。言うな、サヨリ。これからだって、これからだって俺たちは幸せになれる。俺が幸せにしてやる。さより。ダメだ。さより、さより、さより。どうした？ヨウザブロウ、モンモン、わらわの顔に何かついておるのか？あ、いえ。お姉ちゃんは、サヨリ…サヨリ？わらわは初女、初姫じゃ。何二人とも寝ぼけておる。